毎日練習してるのにまだ手からビーム出せないんだよな。毎日練習してるの？めっちゃ暇やん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと聞いてもらえますか？あれか、子供たちが成長したか。2人おったよね、子供。クラメちゃん、コロコロ成長のために旅に出すか、マンションに一人暮らし。マンション空き作ってない気がする。とりあえずちょっと一人暮らしさせる。マンション空きでやらないようです。ですよね。じゃあまあ次回ということで次回ということで誰かの引っ越すまで少し待つことにします。はい、もう一人も多分成長したやろ。ほらほら来てきた。ちょっと来てもらえますか？はい、クラメちゃんとテツカちゃん。そっかそっか、何人目のテツカちゃんやねんっていう前のテツカちゃんも多分カタキカタカナやったよね。まあ保留ということで。ということで次2人分部屋を用意しておかねばならないということだね。 OK。 さあそれじゃあマンション見ていこう。お、ハート。え、しかも上の方ってことはまだ誰も相手は。あ、いた。え、久々の、めっちゃ久々のプロポーズ。待って、心の準備ができていない私。よし、第二にプロポーズしたいのですが、どう思いますか？いいと思うよ、いいと思うよ。頑張れ。どこでプロポーズ。頑張るのは私なんだけどな。じゃあ花火大会。いいやんいいやん。その前に着替えた。もう9月やけど夏の終わり的な感じで。いや全然まだまだまだ夏終わらん感じやけどな。暑いし。え、なんか いい服あった？ないな。へえ、特にないな。不思議の国。不思議の国にするか。ところでプロポーズをするタイミングに自信がありません。うんうん。まあそれは私が頑張りましょう。今だと合図を送ってくれますか？はい。オッケー。それではプロポーズに行ってきます。どうしよう。久々や。ミスりたくないな。つまらない。うん、そうしようか。ふう、Dちゃんね。きれいね。ちゃんと浴衣で来てくれとるやん。リーちゃん、不思議の国の服で来ちゃったよ。綿菓子が食べたい。私とどっちが綺麗？綿菓子か、もうずっと食べてないな。綺麗だよ。よし、いいぞいいぞ。これ何回あるんやっけ？あと2回ぐらい。ねえ、花火綺麗やね。今年もちゃんと花火見たよ。ツイッターとかにあげてなかったっけ？あげたようなあげてないような。あ、次か。何、焼きそばが食べたい？屋台にあったか？違う。でもまだ一回もミスってないけん、多少余裕は、あと2回分の余裕はある。私と結婚してください。来たぞ。喜んで。やったね。周りに誰もおらん。こんなことあるか、花火大会でめちゃくちゃ特等席やん。おかげさまで。いやでも特等席って言ってもな、周りの雰囲気も込みでの花火大会って感じがするけん、私的には人混みでもいいな。あ、二人とも子供？でも私たちはまだ子供なので結婚できません。ふんふんふん。大人スプレーを使えば大人になれるのですが。大人になろう。ありがとうございます。
では、大人スプレーもかけてください。やったね、久々の。それではよろしくお願いします。久々のプロポーズで久々の成功だ。ありがとうございます。いいね。大人になれました。景色が変わったような気がします。まあ、身長が変わったけんな。それでは結婚、実際に見える景色は変わったやろうね。おめでたい。プロポーズの邪魔をしてきたラインくんが、違う、カートくんや。なんかね、あんな大事な話の途中で頭の中に出てきたカートくん。お、リートラインの新婚旅行 in グアム。いいね。恋人岬からの眺めです。恋人岬。なんか微妙な感じ。はい、チーズ。あ、目をつぶっている。洞窟の入り口です。はい、チーズ。あ、二人とも。まあそれも、それはそれで二人揃ってならね。あ、楽しかった。よかったよかった。これお土産です。なに？お宝防除棒人形をもらいました。ありがとう。これからも夫婦ともどもよろしくお願いします。いや、こちらこそ。レベルアップ。それじゃあノートパソコンをどうぞ。道具、ノートパソコンをプレゼントしました。レイアールとは本や本ルンルンだね。まあそれそうよね、新婚旅行から帰ってきたばっかりやし。はい、お雑煮でもどうぞ。いただきます。じゃあ季節感ごっちゃやけど、すごく美味しかった。よかったよかった。お雑煮とかもうずっと食べてないな。お、なんかめっちゃ日本って感じやね。寿司、お雑煮、かす汁。お幸せに。あ、早速一軒家の方に移っとる。様子見に行こうっと。新婚夫婦いいっすね。ラブラブっすね。良きだね、良きだね。さあ、それじゃあもうあとはハートはないね。じゃあ、はい、台湾さん入ります。遊んでください。遊びましょう、遊びましょう。あれやんね、ライチちゃんと台湾さんの子供やんね、さっきのライン君は。トントン相撲、フィギュアを使って相撲しましょう。空いてるフィギュアを倒すカードをひょん外に出すと勝ちです。はい、スタート。あっちょい。遊びよる場合じゃないよ、子供が新婚なんだよ。よし。しかも負けおるし。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。それじゃあ、一番大きいのでお宝トーテムポールをもらいました。ありがとう。めちゃくちゃなんかうなされそうな感じの、夢に出てきてうなされそうな感じのデザイン。嫌やな、あんなんもらうの。はい、学校給食どうぞ。いただきます。どうすか。まあまあ美味しかった。よかったよかった。はい、それじゃあ、はい、若きくん入ります。遊びましょう。遊びましょう。ん？
トランプババ抜きです。交代で相手のカードを引いてペアが揃ったら勝ちです。よし、うーん、どっちも同じ表情。こっち引け。あー、そう、残念でしたね。また遊んでください。ぜひ。お宝トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。マンションの窓から部屋を覗くとき、十字ボタンを押すと次々覗けます。もちろんそうしてます。はい、それじゃあおせち。ちょっと気が早いけど、いただきますちょっとどころじゃないぐらい気が早いけど。でもさ、もうおせちの予約始まってない？超早割りみたいなやつ。なんかさ、もうすでにあのクリスマスケーキの予約とおせちの予約が始まっとるんよね。どんだけやねんって感じじゃない？気が早すぎる。実用品万華鏡をもらいました。ありがとう。だってクリスマスですら、いや早いやろって思うのに。ねえ。やばいわ。次から次へと。え、こんな時からさ、おせちの予約する人っておるんかな？ポイント狙いみたいな、ポイント狙い的なやつでする人おるんかな？なんかあるよね。あと、ま、超早割っていうぐらいやけん、割引なんか忘れてそう、予約したこと。あゆなのとくくりさんが来るなんて珍しいですね。そんな、あ、結構出とるね。もうなんか食べ物。新しい服が欲しいです。ふんふん。でもなんかおせちとかのさ、カタログとか見たりしたけど、めっちゃ高くない？やばいよね。2、3万とかするやん。はあ、無理だ。はい、タキシードどうぞ。いや、私めちゃくちゃさ、食べ物の好き嫌いが多すぎて、おせちとか食べれるもんほぼないもんな。いや、もう物にもよるけど。おせちね、昔ながらみたいな感じのもあれば、この間台湾なんかトリュフをくれました。最近の感じのもあるやん。なんて言ったらいい？わからんけど。昔ながらみたいなやつは全然食べれんけんさ。はい、学校給食どうぞ。いただきます。なんかあの縁起物の寄せ集めみたいなの。お、親友休むやん。美味しくなかった。学校給食でもちょっと外れ会に当たったんかな。あるよね、そういうの。めちゃくちゃ人気の会とそうでもない会みたいな。カレーとか人気やったけど。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。愛媛やったらさ、みかんパンの日とかめっちゃ余りよったもん。びっくりするぐらい余りよったけん、私も好きじゃなかったんよね。今も出よんかな。今日は 27,100 円集まりました。でもあの残り具合でさ、何かこれは違うんやなって思ったりせんのかな。あのねえ、大人になったら美味しく感じるんかな。はい、夜市見ていこうか。お客さん、運試ししてみない？いらっしゃい。はい、買っていきます。毎度あり。はい、一つ目の中身はお宝カーネーションが入っていました。カーネーションといえば5月やんね、母の日。2つ目の中身は、なんで母の日といえばカーネーションなんやろ、よくわからんけど。服、チェックのワンピースが入っていました。でもなんか小学生ぐらいの時買いよった記憶。3つ目の中身は、インテリア大理石スタイルが入っていました。お、なんか全体的にいい感じ。また来てね。ね、いい感じのものが揃っとったね。よきよき。なんか上品セットって感じ。な、何？あ、男子会が開催されよる。毎日練習してるのにまだ手からビーム出せないんだよな。毎日練習してるの？めっちゃ暇やん。出せるんだろうね。頑張って練習続けようよ。マジでもう諦めてもいいんじゃないの？まさかの参戦。最近朝眠くって起きられないんだよね。
わかる、最近起きれん。ほんと眠いよね。でも最近起きれんな、めっちゃアラームとか全然聞こえんねえけどって思いよったらさ、めっちゃなんかスマホがマナーモードになっとったりとかしたんよね。いつの間にって感じなんやけど。なんなんやろ、勝手にマナーモードになるの。やめていただきたいわ。私が寝ぼけてしよんかもしれんけど。たまには贅沢しないとね。なんか一人だけケーキじゃない。プリンかなあれ。なんでもない。なんだよそれ。気になるところで止めるなよ。やめるなよ。そうそう。あ、なんか。一人全然話に集中してなかったけど。ん？これは？しりとり大会。なんか今日いろんなことやりよるね。食べ物しりとり。お、食べ物縛り。お。だこ。こ。こ。コーンスープ。ふんふんふん。プ。え、プリンになるやん。プリン。ほらー。ん、がついてるよ。プはむずいって。え、何があるプって。わからん。はい、それじゃあミーニュース見てこう。負のつく食べ物とかなくない？プリンしか思い浮かばんけど。このトモコレの中以外でも。お笑いグランプリが本日開催されます。お、マジでいろんなことがあるね。めっちゃ双子みたいやん。おりそう、こういう感じの。予選を通過した7組がお笑いの技を競います。予選では、もうなんか M1 とかも全然見てないよね。全然見てないけんさ、たまになんかチラッとね、誰が出場するみたいなのは見たりとかあるんやけど、お笑いを見てなさすぎて、なんか毎回毎回知らん芸人さんがいっぱい。マジのミーに聞きました。一時期めちゃくちゃロンハーとかいろいろ見よってんやけどさ、最近見てないな。はい、6時のミーニュース、ミメカナを伝えしました。ありがとう。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さ、今回新しい夫婦ができたけど、ちょ、なんか夫婦以前にね、あのカップルが増えてくれんと、そろそろ、え、そろそろカップルがもうおらんのじゃないかなと思うけん、今度は新たな恋に期待。